チャンネルからのお願い当動画は多分にネタバレを含みますもし PC を持っている方は Steam でこの音量というゲームを購入してぜひ一度自分でプレイしてからご視聴することをお勧めいたします PC がない方はこのままお勧めくださいはいこんにちはラビットです皆様いかがお過ごしでしょうか音量のね攻略解説動画を続けていきたいと思います本日の内容はこちら チラズアーと最新作「音量の最短ルートと攻略法」を紹介ということでね最短というかそこまで洗練された最短ルートではないんですけれども、まあ、誰がやってもねこのルート的な感じでいけば大丈夫だよみたいなやり方を紹介していますのでそのつもりで見ていただけたらなと思いますで音量を知らない方もいると思うんでねまずは音量がどんなゲームかを軽く紹介したいんですけれどもアクション精神ホラーというジャンルになっております で夜勤事件とか雪女などを出してるねチラズアートというインディーゲーム会社が出しております、これも相当有名なね最近注目のホラーゲーム出してる会社なんで皆さん知ってると思うんですけれどもでゲーム自体はバイオハザード RE3 とかゼロというねホラーゲームに影響を受けている感じのゲームということになってるんだけれどもまあその2つは全然違うとやっぱりちょっと似てるところもあるけど違うよみたいな感じですね。 でアクション色が強いんだけれども、私がやった限ぎり、もうとにかく背筋がゾッとする演出がもう,もうそこら中にあって、演出っていうほど、演出じゃない、もうあめっちゃ歩いてるだけで怖いんですよ、このゲーム、<laughs> 本当にすごい、ね、上手なんですよ、だもう精神ホラーですよこ、怖さ半端じゃない、本当に <laughs>、ぜひね、ぜひ自分でやってみてほしいんですけれども。 ただアクション性が強いからアクション苦手な人はねちょっと難しいかなっていうところもあるんでねよかったらこの動画を参考にしてみてくださいそれでね早速やっていきましょう さああじゃあスタートしていきましょう始まったらねまず左ですね、私が行きたいのは左こっちに、ね、一直線に行きましょうここで,でクリアまでの流れ的には最終目標はクレストという3つのメダルを集めることなんですねで流れ的にはまず何1回を、まあ、チュートリアルみたいなところ抜けて2階へ上がってクランクと鍵で全部のね開けられる扉をアンロックしちゃってまず最初ここにねお風呂場ですお風呂場にまず手を入れて鍵が錆びた鍵が入ってるんですねこれを取ってください で次にボルトカッターを手に入れてチェーンカッターですねチェーンカッターを手に入れて開けられるとこを全部開けるとで最後神社へ向かうそこの時点でボルトカッターで全部開けた時点でクレストが3つ揃うんで神社に向かいますで神社へ向かってキーアイテムを取ってボス戦に向かうという流れですねで取ったらもう右に行っちゃって右左でもいいんだけどあとはねお父さんの出方次第ですねあの和風ネメシスの出方次第で <laughs> 戻ってぐるっと半端逆回りしなきゃいけない時もあると思うんだけれどもその辺は臨機応変でね行ったらいいとは思います お父さんはねあの精神メーター満タンだったら突っ込んでいっちゃってすり抜けることもできるんだけど何回もやると死んじゃうから。 ここでねあの、キッチンに入ると重曹があるんで、これで錆びた鍵が、錆びた鍵を選択してやればね、錆びが取れるんで、そしたらすぐ左に出て、左の部屋に入って、ここ、今のところが鍵で、ここが鍵で開くんで、そしたらはしごが手に入るんですね。はしごを手に入れてくださいって言ったんだけど、部屋に入った途端にガチャってしまってね、双子の幽霊が襲ってきたから、まずね、この双子の幽霊との戦い方をここで軽く紹介したいんだけれども、まず赤くなってきたら攻撃されるから、ぐる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 回って、 ふわーっと音がしたらもう右後ろかなんかとにかく後ろにいるんですよだからふわーっと音がしたらあれだねチャージを開始しないと間に合わないんだけどでもその時だともう避けらんなくなっちゃうからう動いて動いてぐるぐる狭い部屋の中をぐるぐる回って円を描くように回転しながらシャーシャーってきたら2人目1人目でシャーでてねため始めちゃうと2人目の攻撃当たっちゃうから2人目がシャーって言い出したら めめ始めて後ろにいるから大抵その場合ちょっと運,が運要素が高いんだけど後ろにうまく狙いそうだと思ったらためて撃つという感じですね。ここででもね失敗しちゃうとあれなんでねあのどんどん精神メーター減ってっちゃうんでな無駄撃ちはしない方がいいですね。で2回3回ずつ当てれば消えるんでそしてドアが開くんでねそしたら部屋を出ていきましょう今の部屋を出てはしご取った部屋を右に行けば安全ルームがあるんでね回復ルーム。 ここに入っちゃうというのも手ですね、幽霊と会ってた場合。幽霊と会ってなかった場合、この正面の部屋にはしごを持って2階に上がれる場所があるんで、結局ね、ここに来ることになるんですね。だから、ダメージがあろうとなかろうとね、ここに来ることになるんでいいと思います。で、これで左のがね、満タンになったら、この正面の部屋、ここも、ここも幽霊、双子出てくることなんだけど、出てこないんだったら、すぐ階段ここに置いちゃって、パッと上に上がってしまうといいと思います。 で上がった部屋にもイフタゴがいることが多いんですね。だからここですぐ戦闘になると思うんだけど、もし戦闘にならないんだったらここにねタンスの一番下にガチャが一個入ってるんでこれを取ってこのああ開かないねいるね。<laughs> このね、左側は鍵で開けるんですけれども、幽霊が襲ってきてるとね、どの扉も開かなくなっちゃうんで、この狭いところで叩かなきゃいけないんで、ちょっとね、ここは難しく、うわー、あーびっくりした。<laughs> 結構怖いんだよね。でも可愛いいから、ちょっと見とれちゃうんだけど、なんかもうちょっと見てたいみたいなね、見てると急に襲われるから、<laughs> 恐ろしいんですよ。で、またさっきみたいに狭いながらも、なるべく円を描くようにして当たっちゃうんだよね。狭いとね、さすがに当たっちゃうんですよね。慣れると止まってて、今だーって後ろ振り向いたり、 その赤くなった瞬間を狙うとかもできると思うんだけどちょっと難しいですねで出たらすぐ左に行けばねこうやってアイテム絵とガチャがあるんでこれを2つ取っちゃってまあ、手紙読むなら読んだらもちろんいいし で、そのままね、左回りでどんどん私は進んでいっちゃうかな。これの方が、まあ、なんとなく気持ちがいいかな、みたいな感じですね。右回りでもいいとはもう、あとはお父さんの出方次第。<laughs> ほんとランダムで会うから、みたいな感じで。で、ここに回復があるんでね、回復に入っちゃいましょう。左から回った方が近いかな、やっぱり。うん、この回復がある側が男の子側ですね、一回は。で、安全ルームに、一旦取ったアイテム類、これ、今いらないキーアイテム類だから、全部置いちゃって、一番お父さん来てたね、今。<laughs> 大丈夫だね。 一番欲しいのはクランクと鍵2つなんですね。これでまず扉を全部開けちゃった方がアイテムランがこの3つ持たなくてよくなるんで開くんですね。だまずクランクと鍵2つ取って鍵を開けまくるみたいなそんな感じが私はいいかなと思います。あとなんかここで1個ずつ持って運んで持って運んでとかやってる方が効率悪いんでもう全部先開けちゃうみたいなね。そんな感じで進めております。で、そのままどんどん進んでいくとここの台所みたいなところにまたあるんですね。で、ここを開けると。<laughs> あのね、藁に覆われた男が襲ってくるんですって、こいつがね、ゆっくりなんだけど、攻撃食らうと、一回で瀕死状態にさせられるんで、あとすれ違えない。お父さんみたいにね、突っ込んで抜けようとしても抜けらんないんで、なん、こいつ立ったらね、とにかくね、細い道だったら廊下だったら、一回どこかに入らない、入ってやり過ごなさないと、どうしようもなくなっちゃうんでね、一回安全ルームなりどっかにね、入ってやり過ごした方がいいと思います。 これ以降ね、この生ハゲもお父さんみたいに家中を徘徊するようになるので、お父さんと挟まれないように注意しないといけないです。だからこの生ハゲの動きとお父さんの動きに合わせて、ここから先は臨機応変にね、アイテムを集めていくみたいな感じになっていきます。で、やり過ごしたらさっきの部屋に戻ってって、ここ。 左回りの場合、ここ、またキッチンみたいなとこあるんだけど、ここにクランクがあるんですね。で、押しまってるところ、全部クランクで開くんで、基本ね。開けちゃってください。で開いてる間は何もできないんで、あの無理してね、待ってないで、開けてどんどん次へ進んでいくみたいな。で、この部屋に井戸みたいなお風呂みたいなのがあるんだけど、下に降りれないんですね。でも下に何かあるんですね。この下に曲がたと鍵が落ちてます。で、これを取るには、この1階に最初置いたはしご。 これを取ってこないといけないんですね。で、順番はどうでもいいんだけれども、多分ね、あの、生ハゲとお父さんの出方次第だと思うんだけど、とにかくはしごを取ってきて、これ、ここに置いて、で、まがたまと、その後ろの鍵を取ると。で、まがたまなんだろうって思う人もいると思うんですけれど、マがたまはライフらしいです。一回やられてもワンちゃん生き返れるみたいなね、そういうアイテムらしいです。で、このマがたまを持ってラスボスでやられるとは、ーと、これはね、これは内緒だったね。ははは。 でまたこのまま左に行くとここに階段がある階段が全部クランクでね閉まってるんでまず開けちゃいましょうで開ければ開けるほどお父さんの攻撃もねさって部屋に入ればあの退けることになるんでねでこっち降りて右側に行くとあ髪の毛の部屋だね 階段降りて、どっち、右でも左でもね、こうやってクランクで開けられるところがあるんで、開けちゃいましょうね。順番は何でもいいです。ほんと、順番はどうでもいい。正直、ここは、とにかく開け、マーちたけだ間に合いあいったー <laughs> ダメだった、こりゃ。お父さん、早いしね、リーチも長いんだよね、実は、素早いし、攻撃も。じゃちょっと左回りを続けましょう。<laughs> 左回りを続けていく。 痛て当たった追いかけられてる <laughs> めちゃくちゃ追いかけてくるからもうネメシスばりにね、すごいから、本当に。<laughs> わぁとりあえず台所入っちゃおう。台所はね、お父さん入ってこないから。どこ行ったくるってね、U ターンすることもあるし、そのまままっすぐ進んでいくこともあるんだけど、まあまあまあ、大丈夫でしょう。ここで、えー、階段。おいと <laughs> なんでいるの、お父さん <laughs> 最悪や。 最悪やクランク1回転させれば取れるからいやー <laughs> やばい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  <laughs> ちょっとちょっと無茶しすぎたでもここに回復あるからいややばかったちょっと今のはね満タンだったらいいけど満タンじゃなかったらもうすぐ逃げた方がいいですねほんとうんお父さんやばい <laughs> お父さんはやばいですもう RE3 やってる人ならねネメシスみたいな人がこの狭いツールをかけまくってくると思えば <laughs> それでいいから <laughs> それで大体合ってると思う感覚はやばいですよで鍵をあれもう1個どこにあったっけな 鍵がね、もう1個部屋のね、タンスの下にあるんだけどちょっと通り過ぎちゃったかもしれないなちょっと私通り過ぎちゃったかもしれないんでじゃあまずキーアイテムね届けちゃおうあんまり順番は本当関係ないからここから先はねとにかくできることをやっていくみたいのがいいかもしれないですねもし部屋の場所とかねあの辺アイテムを置く場所分かってるんだったら それがいいいと思いますガチャボールはね、とにかく男の子、この階段を、回復のところを右に行って、すぐ降りられる階段、降りたところに、男の子の回復部屋があるんでね、これは簡単ですね。ここにガチャをどんどん渡していっちゃうというのがいいかもしれない。まあ、グッドエンドを目指すならですよね。バッドエンドを目指すなら、ガチャを集める必要ないんで、ここは必要なくなるんですけれども。 で絵は台所にに集めることになります私は絵,絵をね、集めないで他の集めてどうなるかって見たことないから分かんないんだけど、<laughs> まあまあ、とにかくね、台所も近いんで集めて置いていっちゃいましょう。ぱっとね、お父さんがいてもすぐ逃げられるし、ここはね。で、えー、こっちに行って、上に登ったところに多分、鍵がある部屋に行けんじゃないかな。 私通り過ぎちゃったねもしかするとお父さんのせいで <laughs> お父さんに慌てて通り過ぎちゃったあここ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 に、ね、ちょっと明るめのこのタンスの一番下にトイレの鍵があるんでねこれでもう鍵で開けられるとこは全部開けられるんでただ部屋に入んなきゃ開けられないとこもあるんだけどまず廊下から開けられるところ こう廊下から開けられるところを全部優先で、ね、開けちゃった方が簡単だと思います。で、アイテも戻せんならね、もう先に戻しちゃう。じゃないと、幽霊の、双子の、ね、幽霊が出てくるところは、結構、はい、入って、また出てとかやや、繰り返していくとね、時間取られちゃう、5, 5分ぐらいね、結構、戦闘かかっちゃったりするからね。 だ双子の幽霊が出てくる部屋はなるべく最後にね、回したいかな、もしくはいっぺんに終わらせられるようにしたいかなと思います。で、今、1個目のクレストがありましたね。このトイレのところに入ってるんですけど、トイレの中に入ってるメダルを使うのかみたいな <laughs> 感じなんだけどで、クレストはまず外のね、神社で使うんで、神社のね、この門の前にポイって置いていくのがまあ一番簡単なんじゃないかなと思います。ここに3つクレストが集まったら2つでいいんだけど、本当は。3つ集めて、 で先に進めるみたいのがいいのがんじゃなわか,かりやすいからねやっぱねいろいろ探して今そんなにスムーズにいってるけどお父さんが出てきてねあっちゃふらふらこっちゃふらふらするとね何今やってたっけってなっちゃうんでね。 で鍵廊下からね、開けられるやつ全部終わったら、この最初2階に上がってきた部屋、ここに入って、倉庫の鍵2でね、開けられるとか、んでその奥に行くと、このクランクがあるんですね。クランクを1回転、とにかくさせちゃって、急いで戻れば、幽霊が出てくる前に脱出できなかった、<laughs> 入った瞬間、閉められてたね、もうすでに。じゃまたね、こう回転、回転しながらね、やっつけていくからみたいな感じで。 入った瞬間に閉められなければ、急げばね、クランク回してすぐ出てくれば間に合うんですけれどもね、じゃないとバタンってです,、ね、すぐ閉められちゃうんだけど、まあな、どの部屋も最初閉められなければ、パってやって、パって見えればね、間に合いますね。なるべくね、なるべく、あれ、カメラをね、撮るだけでも精神力減ってくんで、当たろうが当たる前がどんどんダメージ受けていっちゃうんですよね。だからなるべく 戦いたくないんだけど、戦ったら半分以下ぐらいになっちゃうからね、本当に。<laughs> これこう、困らないけどね、面白いよね、これうん。で、さっきのクランクを開けると、この回復部屋の下にある部屋がね、開くんですね、りみたいなところが。でが、クランクをここで最後使うんで、ここにね、置いていっちゃいましょう。で、アイテム欄が2つ開くようになりますんで、そうしたらね。で、次はボルトカッター。これを取っちゃいたいかな。ボルトカッター取るにはね、お札が必要なんですね。だから1階のこのリビング、ここの、 ここ棚の裏、襖というかなんだろうタンスというか、これの裏にねあるんでやりたいんだけど、また双子が出てきたんで <laughs> あのやっていかないといけないね、倒さないと出れないからやるしかないねみたいな。だから回復は常にしといた方がいいね <laughs>。やばい行った <laughs>。ここね狭いんですよねちょっと狭いしデコボコした部屋だからやりにくいんだよね <laughs>。こいこいこい来た来た来たこれいけるもらったーよっしゃーじゃあ行こう行こう行こう。 さっさと出てきましょう結構ダメージ食らうんだよねこれ。いやーきついよここでね出たところにお父さんがいることあんだよねやばいですからなまはげと挟んでくるときとかあるからねそのときはお父さんに突っ込むしかないかなと思うんだけどここにねトイレの鍵で開けられるところに机の足があるんでね台所に届けちゃいましょうこの台所の奥に壊れた机があるんだけどいずれこれでパッと入れればね机が治るから <laughs> 机を直しておいて。 で、トイレの鍵でこの玄関のトイレを開ける。そうすると、ハサミがあるんですね。このハサミでもちろん、あれですよ。あの、髪の毛を切るんですよね。このまままっすぐ行っちゃって、回復ゾーンもあるしね。髪の毛を切っちゃえば、このハサミは消えるんで、アイテムラムはね、圧迫されないんで、でもやれるときにやっちゃった方がいいですね。取ってすぐ切っちゃうみたいな。それが一番効率いいかな。回復部屋もあるからね、お父さんいたとしても、回復部屋にスパー入れば大丈夫なんで、ここですね。で、ここ切っちゃったら、まあもう中入っちゃっていいか。 中入っちゃって右に行くとあのガチャボールがあるんでねガチャボールを取りたい場合はここのガチャボール取っといた方が早いかもしれないこのチェーンカッターをね持ってくるという手もいいんだけどアイテム欄がやっぱどんどん圧迫されてっちゃうからねでこのオースティン・リーガチャを届けつつってお父さんいるお父さんいる <laughs> お父さんがどっかにいる回復部屋入っちゃおうスパッどうですかこれでねもう鍵いらないんでだ鍵大体いい多分いらなくなってると思うから メダルと机の鍵かな、1回は。これで鍵はいらないと思う。だからもう置いていっちゃっていいですね。ただし、その辺に置いちゃうんじゃなくて、もう安全ルームって決めて置いた方がいいとは思います。<laughs> よくね、分かんなくなっちゃったりするから。で、ここにガチャを6つ集めるということですね。さて、じゃあお札取ったから、あれ開けに行こうね。なんだっけ。あのー、あれだ。ボルトカッターを取りに行きましょう。で、ボルトカッターは。 この回復部屋の左、2階の回復部屋の階段を降りて左に行ったこの部屋、布団が丸まってるのが印ですね、ここのドアがお札で開くんですよ、これ、最初分かんなくて、すごい悩んだで、その先に木のボルトカッター、これがあるんですね、でこれを持っても分かってますよね、やってことある人なら、狛犬がくわえてるんですよ、ボルトカッター本物の、これと交換してもらうということなんですね。 でこの本物のボルトカッターを持ってまずはまあ右のラビット部屋って私呼んでんだけど私のガチャがあるから <laughs> まずねそっちの方に行きたいと思いますあのクランクで開けたところですねだクランクが前に落ちてるんだけど中にアイテムが3つあるんですねだ1回じゃ絶対帰ってこれないようになってるんですよだから双子と戦うことにどっかでなるとは思うんだけれどもガチャボールいらないならね私のガチャボール取らないでいいんだけど <laughs> お皿と中でねチェーンカッターで開けるタンスと その中にクランクで開けるとこがだ、チェーンカッターとクランクは持って入んないといけないんですね。だから、この2つを取って、お皿とボールを持って、どれかを置いて、で、クランクとチェーンカッター持ってね、また突入しようかなと思います。これ出てくるかなあ、出てきたはい <laughs> やらしい絶対出てくるよね、これ。<laughs> 2回入るとね、大抵出てくるよね。回数で決まってんのかななんか、やばいだろう。 ただ、この部屋はね、結構戦いやすくって、この机を中心にね、ぐるぐる回っていくと、いい感じにね、出てくるんですよ。あー、ちょっと遅かったね。机越しとか障害物越しにはね、カメラ効かないんで、ちょっとね、あの戻って当てたりしないといけなくなるんだけど、この机を回りながら戦うっていうのは、もしかしたら、なんだろう、ヒントなのかもしれないですよね。こう、回りながら戦ったらいいんじゃない的な。こんな感じでね、結構うまく、あれ <laughs> 当たんないな。 まこんな感じでね、ここだとうまくね、結構この回転するっていうやり方、ここで私もヒントというか覚えたんだけど、このやり方であの同じように動けばいいんじゃねみたいな <laughs> 感じだったんだけど、じゃあね、ガチャボールを届けて、今回はね、一応グッドエンドを目指していきたいなと思います。もしね、グッドエンド、バッドエンド気になる方はね、全エンドの特集したやつありますんでね、概要欄のリンクから行ってみてください。であと、ガチャボールが2つだけなんですけれども、 男の子の部屋を出てすぐ左の部屋、ここにチェーンカッターで開けるタンスとガチャが1個あるんですね。だ最初にここに入っちゃうことも多いと思うんですけれども、私はチェーンカッター取ってからね、双子とあんまり会いたくないから <laughs>、チェーンカッターを取ってからこの2ついっぺんに取るようにしております。これであと1つですね。これは塩炭さんのガチャだね。 これ、ね、あのスポンサーのガチャの皆さんのねリ,リンク、チャンネルある人はリンク出しておきましたんでねよかったら覗いてみてください。あとはお皿をこの1階のキッチンに届けてお父さんがいるあれなんだけどお皿がね、この髪の毛の先さっきね、オースティン・リーさんのガチャがあったところここのねチェーンカッターで開けるタンスの中にねお皿が1個入ってますんでこれで3つ揃ったかな。 このお皿3つ台所にはめて多分奥のテーブル直して絵を飾ればこのね冷蔵庫が開くんですよ。で冷蔵庫の中にあ出ちゃった。違 <laughs> う違う違う違う。こ,こクレストがあるんですね。でこのクレストで全部揃う感じですね。なので3つ全部を外のね神社へ持っていくということになります。で神社編がねちょっとまあ悩むことはないと思うんだけど神社のところでねちょっと 難しいところもあるから少しだけね解説していきたいなと思います。で、こうやってね3つ揃うと。正確には2つでいいんですよ。A と B だけあればいいの、クレスト。で、C はね、最後のところでしか使えないみたいなんだけど、まずここで手を洗ってください。これがわからないと進めない <laughs>。だからまず手を洗うとで。2度洗う必要はないって何回もやると出るんだけど、で手を洗ったら、このクレストの A と B を持って中に入っていきます。で、入り方はこのカモみたいなマーク。 このマークがあるやつをはめるとは、それ以外ははめられないんだけど、はめると門が開くようになっております。で、二つ目も、二つ目の家紋みたいのがあるんで、それをつけると開くんだけれども、二つ目は実は二箇所開けるところがあって、まず一回 U ターンして、この玄関の方に戻る方、最初のね、クレストを取りに戻らないといけないんですね。ここがちょっと面白いところなんだけど <laughs>、で、これ最初のクレストを取って、で、B をまた取って戻ってくると。で、次に先に進む方 この門開けるみたいになってるんですけれどもここに B がまたはまるんですねあで,でこの門家門の裏に <laughs> 最後のガチャあのかの有名なねホラーゲームばっかりやってる人の <laughs> ガチャがあるんでねガチャが欲しい人は見逃さないようにしてみてください。 でこのまま B を開けて入ると上に登るところと、この上に登るところの左側に真っ暗闇の中ね、実は進めるところがあるんだけれども、上はね、実は行かなくても大丈夫です。上はヒントがあるだけなんでね、この,その先に、一番最後のところで何をすればいいかのヒントを書いた紙、拍手と鐘を鳴らすとお,じお礼をお辞儀をするみたいなのがね、紙が書いてあるんだけど、これは取らなくても大丈夫です。そしたらこの黒いところ、暗いところか、暗いところに進めるんで進んでいくと、 A でね、開けられるもんがあるんですね。C じゃないな、A で開けられるもんがある。<laughs> だからね、B のところで行ったり来たりしてね、取ってこなきゃいけないんですね。で、一番最後まで行くと、このご神木みたいのと、神社があるんですね。で、この紙は置いちゃっていいと思うんだけど、鐘を鳴らす、で、拍手、お礼っていう順番でやると、開くんですね。この、なんていうの 御神体みたいのが開くんですよで大沼が手に入りますこれいいよねかっこいい <laughs> この演出かっこいいよね素晴らしい御神木もなんかすっごいいい感じですよねそしたらこの神社を入ってきたようにね行ったり来たりしながら出て で、もしグッドエンドを目指すならガチャを6つ全部ね、男の子に届けないといけないので、最後に手に入れたこの <laughs> 某有名なホラーゲームやばっかりやってる方のガチャボールをね、男の子に届けて、で、ラスボス戦に向かうということになりますね。で、ラスボス戦もね、結構やばいですね。うーん。なんかね、<laughs> パワーアップしてる、あの、ベータテストをやらせてもらってたんですけれども、 テストの時よりさ <laughs> らに強くなってて結構苦戦しますね、うん。結構苦戦する。で、まがたま持ってるとワンちゃん生き返れるんですけれどもそれはどの,どのマップ上どこで死んでもね生き返れるんですけれども1回だけね。まあそれはね、それはラスボスで死ぬとちょっと特殊なことが起こるみたいなねことがあるんだけれどもそれは皆さんでね、ぜひ確かめてほしいということですね。 というわけで、ガチャボール全部揃いました。こうやってね、並べとくと、男の子に渡しちゃうと消えちゃうんでね、寂しいんですけれども、取っといて並べとくと楽しいですよね。うん。オースティン・リーカプセルに、塩炭酸カプセルに、私、ラビカプセルに、ガッチマンカプセルに、これ次は何だろう ミメイさんカプセルだね。ミメイカプセルに生味、味カプセルですよね。うーん。いや、いいわ、これ。<laughs> なんかすごいね。なんか楽しい。嬉しいね。これ私のガチャボールみたいな感じだよね。やっぱりね、こう自分がね、亀名出演になってさせてもらえるとめちゃくちゃ嬉しいですねな。なんかすごい違うわ、みたいな感じですよね。もうぜひね、皆さんもパトレオンでね、支援するとこうやって亀名出演させてもらえたりするんでね、ご検討いただきたいなと思います。<laughs> それではラスボス戦に向かいましょう。ガチャは全部届けたんでね、グッドエンドの方を目指しております。ラスボスはクレストを3つ全部持って、あと大粒さんもね、持って、髪の毛の部屋、髪の毛切って入った部屋、あの先の奥に、この開かずの扉があるんですね。で、ここに3つクレストをはめるところがあるんで、ここに3つはめると。そうすると、この開かずの間が開くと。 で、その先にはなんと、なんか死体があると。でも髪の毛は死後も伸びていったのかみたいな感じのね、すごいのがあるんですね。で、この死体を大さで鍛えると、ラスボス戦が始まると。<laughs> いうことなんですね。でね、これがね、最初すっごいやばいと思う。<laughs> びっくり。めちゃくちゃ怖い。<laughs> めちゃくちゃ怖いと思うんだけど、基本、私がやってるのはいつもここぐるぐる、この2つか3つ、2つの兵だよね。<れ>ここをぐる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 回るようにしておりますで。止まると危ないです。止まっても大丈夫なんだけど、止まり続けてるとね、結構攻撃食らっちゃうんで、やっぱ動き続けてるのが大事かなとは思いますね。 で直線、視界がすっごい歪まされるんだけど、視界がおかしくなっても、直線だったらただまっすぐ歩いてれば一緒だから、あの動いてる操作は変わってないんで、実際はね。行って <laughs> あ、あっただ、ちゃっただ、このね、回り込むとき、結構ね、お母さんの方が早いから、食らっちゃうんだけど、直線だったら絶対食らわないから、自分の方が早いからね。で、こう、後ろを振り向いて、直線でね。で、頑張って貯めて、貯めて、貯めて、お母さんが赤くなったって時に、バッて取ると。 いう攻撃方法ですね。これを基本繰り返していく感じになると思います。あ、で、お母さんがね、いや、ほーいってくるんですよ。こうやって波乗りしながら。<laughs> これがね、これがね、攻撃モーションが速いんですね。だから、この時は攻撃するより、もうこのぐるぐるの3部屋だけじゃなくて、右の部屋とか言っても、で、右の部屋とかね、結構複雑なんですよ。で視界歪まされちゃうと、なんか引っか,かかっちゃうんですね、壁に。で、あ、やばいやばいって時に、バカバカってやられたりするんで、このぐるぐる回れるところ、 いいいかなとは思いますねでだいたい左の精神メーターがもうなくなったらもうすぐやられちゃうってところまで来たあたりで倒せるかなぐらいだと思うんだけどこのね追っかけてくる時もあ瞬間で攻撃すればギリギリ間に合うんだけどちょっとでも遅れるとねバチって相打ちになっちゃうんでああでやっつけましたねああよかったいやーここね ここ結構きついですよ。<laughs> 結構何回やってもね、あれってランダム要素も結構強いから、必ずこうなる子って感じにはならないんですよね。いや、お疲れ様でした。クリアしましたね。あの女の霊を倒すと、あの男の子が私の前に現れた。ありがとう。これでこの家族を天国に導くことができるよ。男の子はそう言うと消えてしまった。男の子だけではなく、霊たちは皆消えてしまっていた。 その少年はおそらくその家族を今まで守っていたんだろう。もしもあの男の子がいなかったら何が起こっていたかわからない。家族4人今度こそ仲良く幸せにあの世で暮らしていることを願うばかりだと。でもあのわらで覆われてた男は何だったんだあれ明らかに生ハゲだよね <laughs>。生ハゲがここにいたのか、生ハゲがやっぱり守ってくれてたのか悪い具合いねえかって感じだよね。 生ハゲ、もう座敷わらしの一種みたいなこと聞いたことあるから、は <laughs>、生ハゲはいい、いい方なのかな。いや、とにかくね、生ハゲとお父さんがすごかったね。うん。で、チラズアートのね、これ、遅延ガチャキャミオの、ほら、私と塩ンさんと、生地サバシミネさん、ガッチマンさん、レイ・スズムラさんと、オースティン・リーさんという感じの人たちが、 まあサポートする金額によってね毎月払う金額によってこうやって亀を出演させてもらえるかどうかみたいなのがね決まるんですけどももしよかったらね概要欄のリンクからパトレーンのページに行くとそのいくらだとこういう条件ですみたいな。 こういういいい特典ががあありますみたいのが、ね、ありまますすみみたのんでね見てみてくださいベータテストに参加するとかはね結構リーズナブルな値段でできますんでよかったら検討してみてくださいもう一つのエンドが見たい方はねそのもう一つのエンドを出してる動画ありますのでよかったら概要欄のリンクから行ってみてください いやー、これね、音量というゲーム面白かったですね。本当に、チラザートの皆さん、ありがとうございました。ですね、亀面を出演なんかね、させていただいて、本当にね、もう夜勤事件の時も出していただいたんですけれども、私、ニンジンジュースとしてね、出して、可愛い人参ジュースとして出していただきまして、もう本当にね、ありがとうございますですよ。これからもね、チャンネルを上げて、微力ながら応援させていただきたいと思いますので、ますますのご活躍をお祈りしております。それでは、ラビットでした。皆様の良きホラーゲームライフをお祈りしております。ほいじゃ、またね。